はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安須でございます。白血病低病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画はね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、お酒に関するお話です。まあね、サムネイルは少し攻撃的でしたけども、今回の内容はね、お酒好きの皆様にとってはですね、素敵な内容になってますんでね、どうぞ最後までご覧ください。まあ、お酒はね、まあ、無理して飲むのもあかんけど、まあ、無理してやめるもんでもないらしいんですよ。まあ、それはね、アルコール依存症の人はね、別の話ですけども、まあ、一般の人の場合はですね、まあ、飲酒はね、心疾患をね、を減らすと言われています。まあ、心疾患とね、言うのはね、わかりやすく言うとね、心臓病ですね。まあ、心臓の病気です。まあ、こう女性はストレス発散の意味でね、飲んでるお酒をやめてしまうと、こうストレスが溜まってですね、わーってなってしまって、まあ、それがこう心疾患やね、まあ、その他他のね、疾患につながってしまうケースが、疾患でも病気ね、まあ、他の病気にね、つながってしまうケースがね、多いと言われています。その男の場合はですね、まあ、飲む人と飲まない人をまあ比べたらですね、その禁酒した人の病気になる率はですね、まあ、飲む人よりも病気になることがね、高くなってます。まあ、こう今お話ししたのはですね、その飲酒してたお酒飲んでた人が禁酒した場合のお話ですよ。まあ、だからってこう、全くこうお酒飲めへん人がですね、まあ、その人に対してこうお酒を飲め、そして禁酒をするなと言ってるわけじゃありませんのでね。まあ、そのまあ女性も男もですね、まあ、飲酒をした人が禁酒すると病気になったり、ストレスが溜まったりするということはですね、まあ、なんともなんかこう不思議な感じですよね。まあ、そのお酒がね、健康を害するのはね、あくまでも飲みすぎの場合です。飲みすぎなかったらね、いいわけですけどね、まあ、その毎日適量という飲むぐらいではね、健康を害することとはね、言えませんのでね。まあ、でもまあ、この、翌日に残るようなね、飲み方をするのは、まあ別の話ですけどね。飲みに行っても、こう、例えばこうね、血取り足、ふらふらってこうなるような状態になっては、まあ次の日に残るんでね、そういう飲み方は、ね、良くないですからね。まあなんと言いますか、こう今では考えられないんですけども、僕もね、大阪の南で飲んで遊んでた頃はですね、この千鳥屋島では行かなかったんですけども、よくフラフラーってしてこう気持ちよくなるまでね、飲んでたこともあります。で、まあ僕はね、この日曜日の晩だけでしたね、そういう風にね、飲むのはね。まあ、そのね、なんで日曜日かと言いますとですね、まあ地域によって、こう違いがあるんですけども、まあ、大阪の美容室は大概こう、月曜日がね、休みなんで、そのね、前日の、前の日のね、まあ遊びに行くのはその日曜日の営業が終わってからの晩がね、多かったですね。でもまあその一日だけと言いますかね、そのほんまにそのがっつりこう、お酒を飲むのっていうのは、そのほんまに週に1回ぐらいでしたね。まあその週1回もね、あるかないかぐらいですけどね。そんな毎週飲みにも行かなかったんですけども。ああ、でもたまに平日近くのバーにね、飲みに行ってましたね。たまにですけどね。まあその時でもまあ次の日に残らないように気をつけて飲んでいたので、まあ今までお酒でこう、病気になったことはありません。失敗したこともないですし。まあそんなお酒がね、ちょっとだけ好きな僕はですね、まあ今では全く飲んでいません。もう、どれぐらいやろ ?1 年9ヶ月ぐらいになりますけどね、飲んでないですよね。まあね、ドクターストップなんで、お酒。飲んだらあかんって言われてるんですよ。飲んだらどうなるとかっていうのはね、まあ詳しくは言われてないんですけど、まあきっとそのプロテインやサプリメントと同じような意味合いやと思います。まあ過去にこう抗がん剤をしてね、骨髄移植をした人がね、まあお酒を飲んで様々な疾患が出た人がいたらしいんですよ。まあ十分詳しい話ですけどね。まあなので、まあそんな話を聞いたらね、まあ飲む気がしません、今は怖いんでね。まあ、なのでね、お酒が飲みたいなと思ったら、その、先生にね、OK をもらってからにします。
今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。